グランドアーミープラザ駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT イースタンパークウェイ線の駅である。ブルックリンク、パークスロープのフラットブッシュアベニューとセントジョンズプレイス、プラザストリートの交差点に位置し、2系統が終日、3系統が深夜を除く終日、4系統が深夜帯のみ停車する。1920年10月10日、駅は IRT イースタンパークウェイ線。 アトランティックアベニュー、バークレイズセンター駅、フランクリンアベニュー駅間で、バーゲンストリート駅とイースタンパークウェイブルックリン、美術館駅とともに開業した。1964年から1965年にかけて、ホーム有効長を1両あたり51フィートの IRT 車重量編成に対応するために525フィートに延長した。駅ホーム駅は、 島式ホーム一面と観光線二線を有した一面二線の地下駅でホーム下にはイースタンパークウェイ線南北急行線と BMT ブライトン線南北線が走っている。駅ホームにはピートモザイクを用いて書かれたカルトゥーシュがあり、改札外には1995年に j ングリーンゴールドにより制作されたアートワーク Wings for the IRT ダイレジスティブルロマンス・オブ・トラベルが設置されている。これはインターボローラピッド・トランジットのロゴを模したもので、その両脇には駅場にある広場のソルジャーズ・アンド・セーラーズ・アーチをイメージしたものが配置されている。駅には以下の4カ所の出入り口があり、すべてが階段である。ありがとうございます。